今ね、国道1号まで走ってきました。ここは静岡県ね、湖西市です。もうちょっとでね、浜松なんですけどね。なんか、渋滞。ここまでスムーズやったのにね、こっから先なんか混んでますね。いやいや、もう夕方やで、今ね、夕方の3時。3時なんで、混んできたかな。ちょっと欲張ってね、今下道で来たんですけど。ね、名古屋とかね、ここ来るまでは全然空いてました。豊橋とかね、蒲郡の辺もめちゃめちゃ空いてました。時間帯が練ったんかな。でね、豊橋の辺で、とりあえず430が来たんでね、30分休んで、今来たんですけど、休んだらこんな風になっちゃいましたね。マジでかーって感じです。ねえ。ほんとマジかーって感じですよ。よいしょ。まあとりあえず海を見ながらね、はい、太平洋側を見ながら行きたいと思います。まあこういうのは自然渋滞ってやつですね。どこまで行こうかなと。まあ高速のところで大渋滞でしょうしね。まあとりあえず、はい、今から10分間この渋滞をお付き合いください。行くね、こっちの辺は雪も降らんし、バイクに乗れるでいいですよね。自分ところはね、ね、雪に覆われております。車庫から出せません。冬眠中ですよ。まああとはね、あと何ヶ月、3ヶ月後ぐらいにはね乗れるかな。1月なんで4月ぐらいには乗れるかな。4月前、最悪3月の終わりか、そのぐらいまでか。よいしょ。渋滞か。今ちょっと黙っちゃいましたね。もう渋滞かなっていろいろ考えました。どうしようかな、乗ろうかな、頑張って下行こうかな。この辺混むとこじゃないと思うんですけどね。やっぱり明日からあれですか、仕事始めの人が多いで、まあ、帰る U ターンラッシュですかね。ね、高速のあの何十キロ渋滞とか嫌ですよね。まあとりあえずある程度下道で行きましょう。
ね時間が許す限り下道で行きたいと思います。いやね、海は綺麗ですけどね、ところどころ釣りの人たちがいますよ、ね、釣れるんかな。でもなんかあれやな波が強い気はしますね。なんかさっきね、ちょっとラジオ聞いてたら、今日はなんか風が強いらしいんでね、波も荒れとるんですかね。よいしょよいしょ、やっと解消したかな。スムーズになりましたね。いや、今ならね、3時なんですけど、もう夕方ですよね、日差しが早いまあ、あとは今日はね、お弁当があるんで、お弁当食べて休憩ですね。まあ、とりあえず6時前ぐらいにはね、食べたいなとりあえずまだまだね、ちょっと下道で行きたいと思いますよ。とりあえずはどこまで行けるかな、下道で、ね、なんなら箱根越えるかな箱根、どうしよう。まだ時間はあるまあとりあえずひたすら走っていきます。1号線をまだまだ走っていかなくちゃいけません。とりあえず残りね329キロ、頑張っていこう。下道でこの辺はバイパスなんでね、あれですけど、まあとりあえず下道でね行きたいと思います。はい、新年初めての仕事は下道で行きます。ではまた。